マルキューそのまま。戻ってくる。大きくもなく、かわいい。16日に爆死しましたよね。で、21日なんだ。20日になんかちょっと口赤いとかって思ってて、っぱいで、まあ、もう転換はね、ちょっと守りやってはいたんです。でも一般状態はいいんですよね、食欲元気は、はい、待て、待て、2週間つけてましたよね、だって。1個取れとったけど、もう1個がくっついたからもう一周に戻る。そっか。でもさ、2つつけといてもさ、うん、1個もう一周で取れたじゃないですか、はい、で最後、もう1個はもう1週間、かろうじてくっついてたって感じですよね。だからでも数日ですよね、20日ぐらいから16、17、18、19ぐらいの夜ぐらいがおかしかったですよ。今3日ぐらいで、4日目ぐらいでもなんかちょっと晴れてきてたんだね。診察室に消してライト熱い。目の表面がちょっと白くなってるね。あ、そうですか。よくわかりますか。あー、本当だ。なんでだった。膜炎。これ今気がつきました。うん、お気をつけてください。うまくやんてね、前だけは 目の表面の、うん、が炎症を起こしてる。何でですかね。こうやっぱりかゆがってない、この子痛がゆいみたいな感じ、こう気にしてないですか。うん、あんまりその動作としてはないんですけど、ただね、飛び回るんで、うちだと。で、ケージに入れとけばケージに入れて、ケージの中でドタンバッタドタンバッタン飛び回るんですよ。で、だからこう、ここでは考えられんね。